そのしつけ、親の押し付けになっていませんか？シャボン玉石鹸プレゼンツ、はるはる。電車やバスが大好き、好奇心旺盛なこうきくんは1歳2ヶ月です。ゆかママからこんな相談が。息子が食事中に物を投げたり落としたりして遊ぶことがあります。こんな時どうしつけたらよいか悩んでいます。お答えするのは、子どもと保育研究所プロホ所長の山田真理子先生です。お子さんの食事中にテレビがついていたり、おもちゃが周りにあったりなどはないですか？食事中に食べることよりも楽しいことがあると気持ちが取られて遊び食べが始まってしまいます。叱ったり注意したりするのではなくて、食べることに集中した方が楽しいし美味しいという体験ができるように工夫してみてください。しつけが親の押し付けにならないよう、子ども自身がそうしたいと思うことが大切です。なるほど、気をつけます。あと、厳しく育てるか褒めて育てるか、どちらがいいんでしょうか？おじいちゃんおばあちゃん世代のしつけの考え方と今の考え方が少し違ってきているのは事実でしょう。昔は子どもの人権なんて考えなかったからです。人権というと難しく聞こえますが、人生とは本人が生きていくしかなく、誰も変わってやれないという当たり前のことと考えてください。どんなしつけをしなければならないか、何を禁止しなければならないかも、その子自身の幸せ、その子自身の安全を基準に考えることであって、大人の都合ではいけません。子供は誰でも幸せになるために生まれてきたのです。その状況を守れるよう、親が工夫し導いてあげてください。ありがとうございました。後期のペースに合わせて楽しく子育てしていきたいと思いますね。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。